ハローデブリワン、デブデブ、待たせたな、ふっってことでね。はい、ね、じゃーんですよ。やっとね、予約してたものがね、手に入りました。はい、やっぱね、予約ってのいいっすね。僕ね、ゲーマーじゃないんでね、なかなか予約してね、ものを手に入れるってことはないんですけど、まあね、予約のね、予約してね、商品を心待ちにするっていうね、まあまあ、楽しみをね、味わうのもね、なかなかそんな経験もなかったんですけどね、セブンイレブンでね、受け取ってきました。さて何でしょう。ツイッターのね、フォローを長らくされてる方はね、何か気づいてる方もいるんじゃないでしょうか。セブンイレブンで予約したもんねーってね、だいぶ前に言ってたやつですね。結構ね、なんて言うんだろう、結構ね、前に予約したんですけど、受け取り期間過ぎちゃっててね、今になったんですよ。はい、去年はね、公式サイトで購入したんで、まあ、こうやってね、注文することはなかったです。一昨年はね、もらったんで、買ったことは買ってないんですけどね、両国のね、ライオン堂さんで、確かね、何千円だかね、何万円だかね、ちょっとね、高い買い物すると、まあ、年越し前だとね、これいただけるんですよね、一部、うん、はい、もう何か分かったと思います。じゃあ、開けていきたいと思います。開け、夢の扉、ダレラレン。おー、なんかね、セブンイレブンバージョンってね、なんか違うらしい。ちょっと遠いか、カメラ。ドローンみたい、飛んでるカメラが。でてれれ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 、酔うか。よいしょ。結構ね、何が入ってるのかな。はい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 、やっぱね、これはね、今のシーズンだとね、皆さん自分の好きなやつをね、注文されてる方もいるんじゃないですか。もう見えたか。じゃーんですよ。はい、じゃーんですよね。でかっ、めちゃでけえ。こんなんだっけ、めちゃでかくない。あ、いつもと同じ感じか。あれ、これ何、これ。あ、え、あ、こっちがカレンダーだ。だよね、だよね。なんかでかと思ったもん。こっちがカレンダー。あ、見せたらもあれか。まだ注文してる人的にはまだあれか。見せたらダメか。あ、いいね。新年の幕開けいい感じやん。1月だけ見せます。1月だけ見せますね。じゃーん。めちゃいいやん。めちゃいい。最高やん。ね。最高。三横綱揃ってますよ。白鵬、春馬富士、で、鶴竜とね、三横綱揃ってますよ。バッチリですね。なるほどね。だいたいいつもね、12月が楽しみなんですよ。もう12月がもう一番好き。で、これですよ。セブンイレブンで予約した人にはですね、じゃーんですよ。こうポスターがついてくるんですよね。完璧、バッチリやん。すげえ。でけ、でかい、ほんとでかい。すげえな。めちゃめちゃでかいっすね。いいっすね。3枚ついてきますね。はあ、バッチリじゃないですか。なるほど。大体ね、このね、大相撲カレンダーっていうとね、すごいね、人気でね、すぐ売り切れちゃうんですよ。うん、通常販売も、今回ね、福岡県体育館で販売する分はもう売り切れって言ってたかな。結構ね、数がね、限られてるので、まあ、僕は無難にね、予約するようにしてます。オークションとかではね、高騰しますね、売り切れてからだったらね。いいわ。で、巻き癖がつかないように、こういうでかい箱でさ、こうなんか、ゆる巻きにしてくれてるのもまた優しいよね。けっちいやつだとね、もうギューって、もうこれでもかっていうぐらいね、殺業シャーシャーっていうぐらいね、すぼまってるんでね。これ2部注文したらポスターもやっぱ2部入ってくるんだね。よかった。セブンイレブン好き。セブンイレブン好きだよ。
パラパラっと見せよっか、せっかくなんでね。パラパラっと見せますね。わ、今年と全然違うな。やっぱね、あの写真も違うし、あのね、イメージというかテーマもガラッと変えてくるんでね。まあでも1月と12月はやっぱね、毎回こういう感じですね。イメージ通りですね。なるほど。これでね、またね、1年、楽しみたいと思います。バッチリだ。2部、だいたい2部頼むんですよ、自分の部屋用と、まあ母屋にね。よし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 。いくらだったかな。おそらくね、これ多分2部頼んでポスターついて、多分ね3000円してないのか、3000円ぐらい、2600円か、2600円だったと思います。バッチリですね。素晴らしい。ポスターでかい、めちゃでかいわ。めちゃめちゃ高画質だよ。カメラで伝わるかな、これ。伝わる、この綺麗さ。ちょっとレンズ外そっか。すごいよこれ、めちゃめちゃ高画質だよ。やばい、本物以上の質感が出てる。すげえわ、うん、よし。まあ完全にね、興味ない人には面白くなかったかもしれませんけど、まあ皆さんあれですかね、まあどんなカレンダーを楽しまれてるんですかね、いつもはね。毎年決めてらっしゃいます？家族写真にされる方もおられれば、あれですかね、日本のね、名所の風景とかね、いろいろありますからね。まあトラック好きな人だったらね、多分定番のね、歌丸会とかね、椎名九曹さんのね、カレンダーが多いんじゃないでしょうか。ちなみにね、あとね、もう一つね、某団体のね、カレンダーも、買ってあるんですけど、ちょっと配信では見せれないのでね、まだ受け取ってないんですけど、よいしょ。まあカレンダーはこんな感じですね。まあまたね、今年の締めくくりになったら出します。楽しみにしとこう。もうね、12月もこんなね、序盤からね、カレンダー掛け替えてたらね、ダメでしょ。まだ今年ね、残り楽しまないと。はい、てなわけでね、ね、カレンダーの紹介でした。はい、僕のカレンダーでも出しますか公式グッズでね。まあでも 12枚選びきれないんでね、でもそんなんもいいね。うん、大きくなってきたらね、ちゃん、僕の、なんだろう、僕のだけじゃなくてね、まあ仲のいい配信者さんとかね、いろいろ合わせたカレンダーとかもいいかななんて思います。はい、どうしてもね、ネットだけのね、世界にとどまらず、まあ表のね、この現実の世界とのね、接点も作っていくのがね、やっぱね、ネットの世界でありながら、まあ YouTube っていうのは、まあそのね、リアルな世界とのね、接点が濃いめっていうのが、またね、そのテレビとは、違った魅力もあるんじゃないかななんて思いますんでね、まあ皆さんの手元に置いていただけるグッズとかね、カレンダーとかね、ノートとかクリアファイルとか、そんなものがあればね、まあ親近感も湧いていただけるのかななんて、思っておりますけども、予算がございません。はいはい、てなわけでね、まあ今日はセブンイレブンでね、大相撲カレンダー、予約してたやつが、届いたんで、引き取りに行ってきましたっていう、動画でございました。はい、12月12日か、はい、またね1週間、始まりますけどね、今日からね、またもう年越し間もなくでございますけども、まあとある事件は
解決に向かってるらしいので、はい、まあまあみんなで気持ちよくね、年越せることを、楽しみに、楽しみじゃないな、祝いたいなと思います。はい、あとですね、年末の歌丸会のカウントダウン、ね、行かないんすかっていう声もいただくんですけど、まだちょっとね僕の方からは、答えが出ておりません。まあ、予定がなくて僕が暇ならちょっとね関東のリスナーさんともお会いしたいなってのもあるので、行こうかなとも思ってるんですけど、まあ時間、予算、体力、まあもろもろいろいろでね、まああとね家族の時間とかね、まあいろんな兼ね合いとかもありますので、まだね未定でございます。はい、ぐらいかな。来週17日、名古屋コーチン焼き鳥オフ、二の健さん主催でね、盛大に鳥行われるみたいなね、鳥だけに、はい、鳥行われるらしいのでね、まあ、まあ前回ねオフ会参加できなかった方、ぜひね、まあ僕に会いたいなって方ね、来ていただければと思います。はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.